い、ゴールドジュニアということでやっていきたいと思います。秘密基地フガム総帥ハッチーでございます。こちらですね、今回笠松の11です。まあ恒例のね、笠松の重賞に同じ名前のレースがあるんですけども、今回は大井の11レースに大井の2歳戦 S3、 まあそして大井のね最初の重賞になります。まあ、笠松はね3歳になってからのね最初の方の重賞だったかな。まあ、そんなわけでね、2歳重賞ゴールドジュニア、こちらは大井重賞と、南関東のね S3 という格付けの重賞となっております。まあ、そんなわけで今回はこんな感じでいきたいと思います。軸はね6番のポリゴンウェーブ、もう南関東に転入してきてるんですね。門別でね、あの最初の能力検査、最初の日の能力検査をぶっちぎってね、素晴らしいタイムで、ただまあそこから2勝目が遠かったんですが、前走転入初戦浦和で完勝してますし、まあね農研のタイムが良かったっていうのがね、やっぱスプリンター、まあ、短めの距離の方が向くということで、距離延長も失敗だった、まあ、A 干渉負けたのがねちょっと不可解ですけども、まあここはね軸でいきたいと思います。まあ、そして1番ピノホホ、あ前走浦和でデビュー戦を完勝してきてます。まあ、距離延長は不安ではあるパターンなんですが、まあ、安定強化ってことでね、まあ、ここは狙ってみてもいいと思います。まあ、そして2番サンドエンプレス、まあ、これもね、まあ、ね持ち時計も上位ですし、これもねあの若手騎手から一気に安定強化してきたパターンでね、まあ、要はここで通用するから、まあ、信頼のおける騎手で勝ちに行こうというところですね。まあ、そして8番ポーチュラカ、デビュー戦圧勝ということでね、距離延長なんですけども、まあ、この馬ぐらいのね、決闘だったら、まあ、他のもうすでに負けてる馬よりはギリ期待ができるかなという感じでいきたいと思います。そして10番のナックサンライズ、デビュー2連勝中のネロサンク、まあ、ネロといえばね、今年からかな、協会がね買い上げて九州で種牡馬を続行という形になりました。まあ、正直なところね、国産日本産の馬で、初供用の種牡馬ではない馬が、軽種馬協会に買われて種牡馬入りするパターン、まあ、九州に行くパターンも含めてこれが初なんですね。まあさすが西山牧場のこうごいあの意向がねっていうところもあるんだけれども、まあネロサンクがねそこそこ動きがいいからこそ、まあ評判が高いからこそねそういうことになったと考えると、ネロサンク重賞初制覇ってやつもここはね期待が持てるんじゃないかということで、今回はまあこういった形で狙っていきたいと思います。ポリゴンウェーブに関してはね、山口ステーブルさん南関東では信頼と実績のというところですし、まあ、軸としてはねこんな感じでいいんじゃないかなというふうに思っています。まあ、そんなわけでね、まあ、JRA の重賞2つメインチャンネルフェガム TV でアップ予定でアップされていく形になっております。そしてですねこちらのチャンネルではその他諸々競馬の話題という形でね POG だ一口話だとね、その辺の話題も含めて取り上げていきますのでよろしくお願いいたします。以上ハッチーでした。